はい、こんにちは、島田直さんです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、島田直さんがですね、会社を立ち上げてマスクを輸入する、それよりも前に実はアマゾンでマスクを注文してたのが届きましたっていうですね、そんな動画でございます。実は4月の5日にですね、実はアマゾンを通してですね、50枚入り2990円、これ税込みです、これを頼んでたんですね。ちょうど今巷で、マスクが出回ってる価格っていうのはおそらくこれぐらいの金額じゃないかなと思うんです。それをもう4月の5日時点で実際に注文してみました。で、当時サイトにはですね、4月の17日までにお届け予定だったんですね。なのでさすがに島田さんも実は忘れてましたいや、びっくりするぐらい忘れてたんですよ。もう輸入するからいっかーとかと思ったんですけど、実際に物が届いて、あ、頼んでたんだっていうふうに思い出しまして、じゃあ撮ってみようって形で動画にしています。で、実際にアマゾンで頼むとですね、その配送状況っていうのは確認できるんですね。実際にこんな感じでね、ここに書き出してみましたけれども、トラッキング ID なんちゃらかんちゃらっていうので、実際に4月の8日にもうすでに発送されてたんですね。はい、5日に注文して8日に発送されてる、おお、なかなかいいじゃないかと思ったら、4月の9日配送業者に渡りました。なんだそら、ね、4月の10日配送店に着きました。ますますわからんっていう。で、今度4月の11日に配達店に到着しましたって言うんですよ。なんだろう、配送店、配達店、よくわかんないなと思ったら、今度飛んで5月の6日です。日本に着。お、そっか、これ中国国内だったんですね。中国国内の間で工場からその輸送手段、いわゆる、輸送手段、飛行機ないし、船というところに行き着くまでの道のりが、まあ、この日数で行きましたよ。で、そこから、まあ、船だと思うんですよ、ね、船で行ったとしても、まあ、2日、1週間、あ、5月の6日かみたいな。だから、おそらく日本には着いてたと思うんですね。しかしながら、そこから、まあ、税関、通関を取るのにすごい時間がかかったのかなというふうに思います。で、日本に到着して、もう翌日には私のもとに届きましたって感じですね。はい、5月の7日に到着、おめでとうございます。はい、でですね、実際サイトチェックしてみました。そうしましたら、次の入荷予定は未定と、でいつ入るかわからないよ、もう二度と出てこないんじゃないかなと思っております。はい、ではですね、実際にこれです、こんな感じですね、到着しました。はい、これをですね、早速開封していきましょう。と、その前に実はレビューが出てるんですね。これをいくつかですね、読んでいきたいと思います。実際この同じマスクを購入された方、結構早く到着している方もいらっしゃったんですけれども、その多くがですね、多くってことはないのかね、何件かですが、透明ビニール袋に入ったマスクと一緒に、発送時の梱包された袋と一緒に入っている状態なんですかね、箱とマスクが別々に入ってるよみたいな表現のものだったり、箱が雑に入っていましたとか、箱が潰れてましたとか、結構不良品が多いですよ、やっぱ箱にこう問題が多いっていうようなこうレビューが多いですね。で、実際にマスクそのものにも不良品がありますみたいなことが書いてありますね。はい、だいたい箱はダメでしたっていうレビューが多いです。はい、じゃあ実際にどうなってるかね、着任してみましょうね。ドキドキって感じです。はい、よし、さあ、びっくりですよ、びっくりしますよ、これです、これです、わかります、マスクね、マスクが入ってますよ。で、箱あれ、箱に入ってこなかったぞみたいな、はい、すげえな、いや、これすごいですね。はい、これです、じゃじゃーん、不織布ガードね。はい、
これ結構ね、ツッコミどころがあるパッケージなので、はい。いや、これね、間違いなく、ダメなやつです。はい。箱からしてダメっていう。で、実際にこの中身もね、何の証書かわかんないです。まあ、これで作ったよ、こんな感じですね。はい。よいしょ。よっ。よし。あー、プリーツはしっかりしてますね。で、表が青で、裏が白。ね。うん、よし。まあ、ゴムもしっかりしてますよと。ね。で、まあ、息苦しくないっていうか、もうこう吸いやすいっていうんですかね。まあ逆に吸いやすいのは目が荒すぎるんじゃないかって心配はあるんですが、はい、まあこんな感じでございましたね。いやー、面白いですね。はい、今日はですね、Amazon で頼んだ、50枚2990円、これをね、実際に頼んだのが到着したので開封動画を作ってみました。以上になります。さようなら。